こんにちは、カプリショーです。今回はこちらのとっても簡単にできる箱を作っていきたいと思います。それでは早速作っていきます。使うのは縦横が15センチの折り紙です。こちらの折り紙を使った場合、出来上がりの大きさはだいたい横が8センチ、縦が4センチ、高さもだいたい4センチです。それでは作っていきます。まずは三角に折っていきます。開いて向きを変えて半分に折ります。もう一つ半分に折ります。今つけた線に合わせて角を折っていきます。向きを変えて1枚だけ取って、合わせるように折っていきます。そうしたら今度はこの線で内側に折っていきます。開いてここを倒して、ついている線で横を起こして、この線で入れます。こちらも同じように斜めの線で折って、この中に入れます。これで箱の出来上がりです。片面の折り紙を使っているので反対側が白くなってしまいますが、両面折り紙を使った場合すごく綺麗にできるのではないかなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらいいね、チャンネル登録よろしくお願いします。